こんな夢を見た。6つになる子供をおぶってる。確かに自分の子である。ただ、不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。自分が、お前の目はいつつぶれたのかい?と聞くと、なあに、昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。鷺の影が時々闇に刺す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかる?と顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって鷺が鳴くじゃないか、と答えた。すると鷺が果たして二声ほど鳴いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこか、うっちゃるところはなかろうかと、向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならば、と考え出す途端に、背中で、ふふん、という声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ、お父さん、重いかい?と聞いた。重かはない、と答えると、今に重くなるよ、と言った。自分は黙って、森を目印に歩いて行った。田の中の道が不規則にうねって、なかなか思うように出られない。しばらくすると、二股になった。自分は股の根に立って、ちょっと休んだ。石が立っているはずだがな、と小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には、左引く棒、右堀田原とある。闇なのに、赤い字が明らかに見えた。赤い字は、イモリの腹のような色であった。左が水だろう、と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を、高い空から自分らの頭へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい、と小僧がまた言った。自分は仕方なしに、森の方へ歩き出した。腹の中では、よく目くらのくせに何でも知っているな、と考えながら、一筋道を森へ近づいてくると、背中で、どうも目くらは不自由でいけないね、と言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って、捨ててしまおうと思った急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな、と、背中で独り言のように言っている。何が?と、際どい声を出して聞いた。何があって、知ってるじゃないか、と、子供をあざけるように答えた。するとなんだか、知っているような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただ、こんな晩であったように思える。そうして、もう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を早めた。
雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ、背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうしてめくらである。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声は半然聞こえた。自分は思えず止まった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。うん、そうだと思わず答えてしまった。文化五年辰年だろう。なるほど、文化五年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前の文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で一人のめくらを殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と初めて気づいた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。